基幹産業って何が基幹というのかいろいろ難しいところがあるんですけども、まあ、農業を基本としながら、企業さんの進出がある中でですね、まあ、その工業と農業、またもう前からの商業地もありますので、それが一緒になった町ということにはなると思うんですけどね、まあ、海がないというふうにですね、その震災の被害というだけで津波とかそういったものはなかったということになります。まあ、そういった意味ですので、沿岸部ほどの被害はなかった。ですから農業についても消滅株とかもちろんありませんし、そういった部分で地盤が割れたとかそういうことはありましたけども、その復旧は比較的スムーズに進んでいます。被害全くなかったということは全それはないんですけど、思いのほか皆さんの努力の中で復旧復興は進んでいるというふうに思っています。以前からその宮城県沖地震がありあるだろうという、非常に高い確率であるだろうということでですね、今回の震災の前からその防災についてはいろいろやってきてました。でそういったものがありましたので、今回改めてということではないんですけども、それが一段と強化されたということがあります。ほんで震災から新たに実施体というのは今のところはどうじゃないんですが、ただうちの場合は企業さんが進出されてますので、例えばそういった企業さんとですね、何かあった場合にはそういった協力体制を取りましょうとか、今政協さんでもやってますね、政協さんともちろんやってますし、そういう企業さんとのつながり、全国の皆さんのおかげで、2年弱の中で、復旧復興を順調に進んでおります。大変ありがとうございました。そしてこの地域につきましては、企業さんの進出等もある中で、宮城の元気の牽引者となるように黒川地域一生懸命頑張っております。どうぞこれからも多くの方々のご支援ご協力いただきながら、一生懸命元気の町、そして宮城の復興のために頑張ってまいりますので、ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。ありがとうございます。